りなです。ひめこです。ゆこです。ピンクロテ TB 始まるよ。イエーイ。今日の企画は2020年振り返ってみたです。イエーイ。はい、私もお世話になりました。なんかその2020年で撮った今まで出してきた YouTube をみんなで見て振り返ろうかな。今たち見ながらちょっと喋るのでしっかり見たいなって方は過去の方に見ていただければ嬉しいです。はい、はい、じゃあそれではせーのどうぞ。声がなんかめっちゃなんかぶりっこみたいな。今こんな色のセアリップでピンクとかつけないの。赤ばっかな。なんかブラウンとかしかつけない。ブレンジ。人顔とかしてもらいましょうか。本当だね。はい。ピンクさん、ケチューズハウスさん、ミゴーさんに。決め湯な。はい、まず一番最初にミゴーさんに入りました。それはね、結構ね、聞いたんですけど、なんか違うよ、声が声変わりしたんですよ、この間。これ楽しかったね。はい、みなさんこんにちは、ティーです。懐かしい、これ懐かしい。遅刻、遅刻じゃ、遅刻のやつじゃない。ああ。始まるよー、イエーイ。今回、なんでこんなオープニングかと言いますと、今日の企画は遅刻総選挙をやりたいと思います。イエーイ。みんなが遅刻の時間に来れるかを検証していきたいと思います。新幹線の時間、田舎から来てる人が来ました。そうそうそう、田舎が思いついたりして、おはよう。今日ね、みんながちゃんと遅刻しないで来れるかなっていう企画を。いやこの時外なのにマスクしてない、コロナないから。あ、そうじゃん。もう今では考えられないよね、これ。え、なんかマスクしてるってすごいなんかやばいと思っちゃうよね。今、アリアから、ね、ちょっとバイバイになっているようです。風アリア？アリア？アリア去年の風ってね、何キロ歩いてきたのって感じの疲れた顔。綺麗な後かな。100キロぐらい歩いてきたのかなってぐらい。10時ぴったりに到着です。はい、姫香が着いたみたいです。大丈夫かな。時刻こんな感じ。10時40分。姫香様11時入り予定なのでめちゃめちゃ早いですね。新幹線が1、2時間おきとかにしかないからめっちゃ早く着くから早く着くよね。いたー。あ、エコシーもいますね。おはようございます。めっちゃ懐けてたよね。めちゃめちゃ早いよ。ピメカパイセンスか。エコシーって呼んでた。エコシーって呼んでた、確かに。そうですね。早い。おー、よかった。マスクしてる。時間マスクしてる。コロナマスク。何かパイセンス。女性の幽霊が人並みを変えた。パイセンス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 。エコちゃんのおばあちゃんの3人です。ぬいぐるみがなんか爆発とかなんか爆発？このぬいぐるみ怖いから。アリアに結局行かなかったんだよ。ピリカもこれめっちゃ行きたくなかった。怖い。動きやすいとか一回小さい頃に行かないで心ここから逃げ出そうとしてます。これね、あの後から聞いた話でなんかゆらりちゃんがめっちゃ足踏むっていう。そうなんで足めっちゃ絡めてくるのゆらり。だから痛いやめてって言ったのにごめんって言いながらめっちゃ絡めてくる。でも、ゆめかのとき前になってくる。トイレの中に入ってきて。アリア並び直し。私、この時なんか、全身痛くて、私、呪いかかってると思ってました。なんか、ああ、ゆめかのとき。この何か、一瞬、ゆめかちゃんの必死で来る。ゆめか、たぶん、この中で一番怖がる。やめてって言ってんのに、もう何も返事せずに、ただ入れなきゃいけない。入れよ。やめて。ね、後からめっちゃ謝られた。だから開けて。で、転がんで。
でもこれも楽しかったよね。今一瞬白目になってた。ひどくない？お疲れ様でしたって言ってる。2年間ありがとうございました。ゆなちゃんが見ない方がいいんじゃない？メイク崩れるから。私はいろんな場面でいろんなことを学ばせていただきました。ウェブ撮影ではモデル経験の少ない私に優しく丁寧に教えてくださったり、お昼ご飯の時に毎回何が食べたいと聞いてくださって、たくさんお話ししてご飯を食べて、最初とても緊張していた私に笑いかけて、緊張しないと大丈夫だよ、楽しむねと声かけてくださったことを今でも覚えています。私が肩が凝ってた日にはマッサージをしてくださったりと、毎回なんかこれだけなんか喋りづらさにさ、聞いてる言葉を遮ってはいけないような。あ、そう、分かる分かる、聞いてた方がいい。 YouTube という一つのつながりで直接会えることはなかなか少なく、画面の中で声と動きでしか伝えられない中、私たちの言葉を信じて応援してついてきてくださってありがとうございます。大事にいただいています。とても嬉しいです。本当にありがとうございます。めっちゃこれで毎回遊んでるぐらいのペースになってる。私はグランデを作りましょうか。なんか変わらず、エコちゃんなんかお金持ってないのにさ、私はこれからフィギュアとして次の応援していきたいと思います。本当にありがとうございました。そのお金でまた行きます。常に早速呼んでみたいと思います。せーの、レイヤーちゃん。はい、嬉しい。はい、じゃあお名前をお願いします。中井レイヤーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。確かになんかこのレイヤーちゃん小さく感じる。ユナとエコが先輩になる。前髪来たんだ。いい先輩なんだ。確かに。はい、気をつけます。ね、大丈夫かな。ダンスが全部ないから。ああ。もう一回ゆるりと思った。私がピンクラテ TV のお仕事を担当させていただくようになってから約1年。テレビさんの声が好きで、今まで優しい、優しい、ありがとうございました。その声が優しい、声優みたいな。お仕事が忙しい時にも、キッコピティが楽しみに感じる、喜んでくれると考えながら、とても心強くて頑張りたいと思いました。スタッフの私も手を作りをするようにしました。ピンクラテ TV の仕事をしてきた、あの、振り返ると正直辛かったことがたくさん思います。泣いちゃいけないみたいな、泣かないで笑って、チャンネルを売ろうみたいな伝えが出たんですけど、頑張って作ってます。なんか家帰ってから会えなかったら涙とかにあったりと、憧れと言ってもらえるような存在でいられるように私も頑張ります。ノーナって言うしらしい。そう、私はなかなかピンクさんが組み上げたピンクレッティビーのさ、こんな綺麗だったよ。すごい怒るな。顔審査あるのかな。めっちゃ思う。超軽い。これからピンクの皆さんが見ていて思っていて、ピンクの皆さんのなんか年をみたいなホラー映画みたいななってた。この時さ、エコだったよね。それね、結局エコちゃんだ。そうだよ。一番大丈夫なの。全然大丈夫なのに。これはちょっと痛くなっちゃう。ねえ。これやばかったり。ちょっと何がする。やばい、刺激が強いのもあるよね。そんな感じだったらさ、そのエリアちゃんが逆にさ、バグクーンが何やってんの、みんなを困惑してる。何したの。アリア、喧嘩弱すぎて、なんかいつも喧嘩してたらなんかめっちゃ喧嘩強い人みたいな。え、してると思う。思う。ユナちゃん思う。逆にこれ触れた時に打ち込まれてもやばいなって思って。次行こう。いいのね。もういいよ。このままで次
さ、もういいよ、ドッキリだからいいよ。笑い方キーン。どういうの？イメージろ。ひめかちゃんが放った時に見上げなきゃなっていうのもあったし、あらゆちゃんが怒ってたからもうその時に泣きそうだった。はい。かわいい早送りの声。すごいぞ。これマジで足が。自転車も苦手なんですよ。え、自転車苦手とか？自転車苦手なの、なんか、苦手なんですよ。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。挨拶バタバタ。本当にやばいじゃん、本当にやばかった、すごいボールが出ました。はい、マジ。あ、終わりか。なんかめちゃめちゃちゃんとね。あ、あるあるある。うん、おお。はい、行きましょう。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。なんかあんまり裏話できなかったんですけど、なんかどうだろう。裏話って言うてなくない？なんかさ、全部なんか放送する。確かに。なんかありますから。裏話なんかある？お年玉の1万円の時になかなか1万円じゃなかったから最後。え、でもなんか1万普通に行かなそうだったらいいよって言われてたから、うちらめっちゃ結構3000円ぐらい余って、余ってた、めちゃめちゃ余ってた。ゆっくり買い物してね、タピオカ飲んで、タピオカ飲んでまったりしてたらいつもが30分で、しっかりなくなるまで最後まで飲み切ってコメント欄でね、なんかお気に入りの動画とかでコメントとかして、確かにこの動画面白かったみたいな、うん、見てくれて嬉しいです。はい、はい、お願いします。お願いします。今日は31日ですね、12月の、はい、放送日がね、放送日がですね、12月31日なんで、皆さんせーの、よい私を。ありがとうございました。ありがとうございました。2021年もよろしくお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。